司会は引き続きましてピエール北川と乾きみこでございます。どうぞよろしくお願いいたします、はい、ますスーパー GT やフォーミュラー日本、それからフォーミュラー3、こういったプロモーターの表彰式も交えつつですね、はい、今シーズンそのレースの舞台で、戦って、そしてチャンピオンに輝かれた選手もお招きしてのトークショーなんかも行っていきたいと思います。トークショーもございます、はい、そんな盛りだくさんな雰囲気でいきたいと思いますので、はい、最後までお時間許す限りねお付き合いをいただきたいと思います、はい、ここで本日お集まりの皆様のご活躍を称えるとともに、モータースポーツのさらなる躍進に向けて乾杯をいたしたいと思います。乾杯のご発声は岩見道夫 JAF 副会長にお願いいたします。今日表彰を受けられた皆さん方、本当におめでとうございます。大変優秀な成績で本当に心強く思いました。また今日表彰を受けられたそのグループの中では、その表彰じゃなくスタッフとして随分ご活躍された方もお見えになると思います。改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。それでは皆さんとともに乾杯いたしたいと思いますので、声高らかに一つお願いいたします。2011年この JAF モータースポーツ賞受賞おめでとうございます。また続いて、皆さん方のスタッフの中から来年は多くの方が候補に出ていただくようにお願いしたいと思います。それじゃあ皆さん方のご健勝と皆さん方の会社の繁栄を祈願いたしまして乾杯いたします。ご賞はお願いいたします。乾杯。乾杯。ありがとうございました。岩見副会長ありがとうございました。ありがとうございました。日本フォーミュラ3協会によります表彰式になります。まずは C クラス2011年アチーブメント全日本 F3 選手権 C クラスシリーズチャンピオン BMAX エンジニアリング関口雄飛選手です。続きまして C クラスシリーズランキング2位スリーボンドレーシング安田博信選手です。そして C クラスシリーズランキング3位は花島レーシング山内秀樹選手です。2011年アチーブメント全日本 F3 選手権 N クラスシリーズチャンピオン NDTP レーシング千代勝正選手。続きまして N クラスシリーズランキング2位は HFPD レーシング野尻智樹選手。そして N クラスシリーズランキング3位はトムススピリット中山雄一選手。まずは C クラスのチャンピオンを獲得されました関口雄一選手の代理の方へトロフィーが贈られます。おめでとうございます。続いて C クラス2位の安田選手、その安田選手の代理の方に S3 協会賞が贈られます。おめでとうございます。そして C クラス3位の山内選手にも同じく S3 協会賞の贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。さらに N クラスチャンピオン千代勝正選手にトロフィーが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。そういや千代選手は最終戦チャンピオン決まった時は泣きじゃくってたもんね。あの時はね、今日は素晴らしい笑顔です。はい。そして野尻選手2位、そして3位の中山選手に順に S3 協会賞が贈られております。横浜ゴム賞は C クラス、そして N クラスのチャンピオンのお二人に贈呈されます。さあ、C クラスの関口雄飛選手、今日は代理の方にお渡ししております。そして千代選手、横浜ゴム賞です。おめでとうございます。思います。今シーズン最終戦で見事逆転チャンピオンを獲得されました N クラスチャンピオンの千代選手、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、まあ、本当に最終戦、泣きじゃくって表彰台で
いましたけど、ようやくなんかこう晴れやかな笑顔というか、今の気持ちはいかがですか？そうですね、ちょっと信じられなすぎて、あとまあ今までいろいろかけてきた思いとか、まあ、お世話になった人とか思い出したらちょっと涙が出ちゃったんですけど、まあ、本当諦めないでここまで頑張ってきてよかったなって思います。はい、千代選手の場合は本当に諦めないでという言葉はそのまま本当ですよね。一回ね、いろいろこうチームも変わったりとかして、そしてまたこの河野23番を背負ってね、そしてまた走って2位 で、ね、でチャンピオン取れたって、そして長谷見監督から学んだことも多かったんじゃないですか今年は。はい、本当にすごくお世話になりました。はい、改めて、ここでチャンピオンを取りました、次なるモチベーション、目標、いろんなものがあると思いますけれども、聞かせてください。そうですね、僕は日本のレースが好きで、レース自分が好きでレースを始めたんで、まあ、ここにいる先輩方は本当に昔からこう GT とかでレース見てきてるんで、まあ、自分もそういった上のカテゴリーで、まあ、チャンピオン争いして、もっと有名になって、まあ、レース業界に貢献したいなと思います。はい、ぜひね、本当に日本を代表するドライバーに成長することを期待しておりますので、はい、これからぜひ皆さん千代勝正選手お名前を覚えて応援していただきたいと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。はい、千代勝正選手でした。ありがとうございました。まずですね、ちょっとここで皆様にご紹介をしたいことがございます。これからですね、オートバックスのスーパー GT シリーズのプロモーター賞の表彰を行うんですが、その前に、先ほどですね、JAF のモータースポーツ表彰式の時に、残念ながら今日レースが茂木で別のレースがございまして、その関係から表彰式に、ご欠席されましたドライバーのお二人が、今日こちらの会場に今間に合ったそうでございますので、はい、改めてこのステージで、その表彰式のですね、表彰盾をお渡しする少しセレモニーをさせていただきたいと思います。スーパー GT、GT300 クラスで今シーズンランキング2位を獲得されましたJIM ゲイナーの平中克之選手と田中哲也選手、どうぞステージにお願いいたします。お疲れ様です。ようこそ。スーパー GT、 GT300 クラス、ちょっと待ってください、バンドさん。はい、ということで、じゃあバンドさん、はい、横に並んでいただいて、ちょっとフォトセッション、じゃあすいません、ワンショットツーショットぐらいで早めに切り上げたいと思いますので、よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、笑顔が見えております。はい、どうも GT300 シーズン2位の平中選手、田中選手、おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。さあ、それではただいまより2011オートバックススーパー GT シリーズプロモーター賞の表彰を行います。はじめに GT300 クラスの表彰から行いたいと思います。 GT300 クラスチーム部門のシリーズチャンピオンに今シーズン輝きましたのは GSR& スタディウィズティーム協チームを代表いたしまして大橋逸夫監督、どうぞステージにご登壇ください。続きましてドライバー部門のシリーズチャンピオンを獲得いたしましたのは同じく初音ミクグッドスマイル BMW ドライブいたしました谷口信輝選手と万場拓選手です。おめでとうございます。どうぞステージにお願いします。皆さん大きな拍手でお迎えください。それではこれより受賞者にスーパー GT カップの授与を行います。プレゼンターはスーパー GT シリーズのプロモーターであります株式会社 GT アソシエーション代表取締役坂東正明様にお願いいたします。いや、立派なトロフィーですね。ずっしりと重みを感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ、今トロフィーとそしてクリスタルのトロフィーと2つのトロフィーが、はい、大橋選手、大橋さんの、ね、監督の手に、そしてドライバーのお二人にも今トロフィー、
どういうわけか谷口選手の手には渡らないという坂東さん、坂東さん、どうぞどうぞ。はい、ようやく、皆さんに渡りましたね。はい、坂東様ありがとうございました。それではここでフォトセッションの時間といたします。受賞者の皆様、トロフィーをお持ちいただきまして、高々と掲げてください。お願いいたします。はい、あ、いいですね、いいです、いい感じです。かなり重そうなトロフィーですけれども ね大橋さんは一人ですからちょっとしんどそうですけども、さあ皆さん、にっこり笑顔になるようにどうぞ大きな拍手をお願いします。フォトセッションおめでとうございます。はい、ではですね、この時間は少しパーティーということで余裕もありますので、お話を聞かせていただきたいと思います。今シーズン見事チャンピオンを獲得されました GSR& スタディ with ティーム右京、大橋監督にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、何から話しましょう。いや、本当にもう何から僕も話していいんだか全然わかんないぐらい、あの、今年はいろいろあったんで、本当にこうこの場に来て本当にシリーズチャンピオンを取ったんだなと、あの、改めて感動してます。本当にたくさんのファン、まあ、特にあのサポーターと呼ばれますね、個人スポンサーの皆さんにもたくさん応援いただいて実った結果、最後に何かそんないろんな皆さんに感謝の気持ちでもあれば、一言お願いします。はい、本当にこのチームって あんまり他には類を見ない、個人スポンサーさんっていう、人たちに支えられているチームで、年々そのスポンサーさんたちの数も増えて、今年はついに1万6000人を超える、数になりました。本当にその辺の、ことを感謝したいと思うとともに、それ以外の、我々のチームを応援してくれた、ファンの皆さんに、本当に感謝を、伝えたいと思います。バンバ選手です。チャンピオン獲得おめでとうございます。ありがとうございます。いい響きでしょう、チャンピオンって。いや、最高ですね。はい、本当に最高です。まあ、自分としてもこのチームに招かれて、そしていろんな期待も背負いながらここまで来たと思いますけれども、今年は爆発した1年でしたね。いや、本当は僕このチームに入って今年で2年半目なので、で谷口選手もこのチームに来てくれて、本当に今年はもう絶対結果を残さなくちゃいけない年だったので、無事チャンピオンが取れて本当に幸せに思ってます。まあ、隣の選手から相当いろいろ毎戦プレッシャーがあったと思うけど。いや、プレッシャーもありましたけど、プレッシャーよりも本当に愛情を持ってですね、いろいろ教えてくれたので、僕が非常に自分自身成長できたかなと思ってます。じゃあこの成長をぜひ次につなげて、またの機会をね、本当に楽しみにしてますんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。バンバ選手です、本当におめでとうございます。さあ、そして、GT 界切っての何でも乗っても何に乗っても本当に速い谷口選手、これだけ活躍してながらようやく取った GT300 のチャンピオン、おめでとうございます。ありがとうございます。長かったね。長かったですね。10年かかりました。どうなんですか、もう満足の1年。そうですね、今年は3カテゴリー、シビックと、スーパー耐久と GT と、チャレンジして、なんとかしてね、3カテゴリー制覇して、でマレーシアの12時間も勝って、そして人生の、ね、伴侶をもらいまして、本当に最高の1年に、なりそうです。本当におめでとうございました。ありがとうございました。はい、ということで谷口伸輝選手にもお話を伺いました。バンバ選手、お気遣いありがとうございました。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。はい、はい、スーパー GT、GT500 クラス、ではチーム部門のシリーズチャンピオンに輝きましたチームご紹介をいたします。2011スーパー GT、GT500 クラスチーム部門を制しましたのはモーラチームです。モーラです、おめでとうございます。続きましてドライバー部門シリーズチャンピオンを獲得いたしましたのは、同じく S ロードモーラ GTR をドライブしました柳田正孝選手とロニー・クインタレリ選手です。おめでとうございます。プレゼンターはスーパー GT シリーズのプロモーターであります株式会社 GT アソシエーション代表取締役坂東正明様にお願いいたします。おっとっと、はい、ちょっとしたハプニングがありましたが、ナイスキャッチ、ナイスキャッチです。さすが動体視力
力が、やっぱりドライバー動体視力とね、この反射神経という、素晴らしいものを持ってのやっぱりチャンピオンということでございました。おめでとうございます。さあということで、はい、今トロフィーが無事皆さんの手に渡ったようですね。お名前ご確認いただきました、はい、ありがとうございます、はい、ではフォトセッションいきますか。はい、フォトセッションではお願いいたします。まずは坂東様にお入りいただいて、はい、皆さんでフォトセッションお願いします。あ、もうちょっと寄っていただきたい。あ、そうですか。ぎゅぎゅっと寄っていただきまして、はい、ではカメラマンの皆さんどうぞお撮りください。はい、坂東様ありがとうございました。では大井監督、そして柳田選手、ロニー選手3人でのフォトセッションでございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか。じゃあですね、 GT500 の皆さんにも一言だけ、言っておりますけれども、大井さん、チャンピオン獲得改めましておめでとうございます。ありがとうございます。もうなんか本当に今シーズン、これ今この時期になって、まあ、あの表彰とかね、そういうのもいっぱいあったりとか、改めてなんか噛み締めてらっしゃるんじゃないですか。はい、本当、まあ、この時期になってこういうこといっぱいありますし、あの私たち初めてでね、初年度でこんな、ところに来れるっていうのはすごい、素晴らしい一年だと思います。まあ、GT300 でもご経験はあると思いますけれども、その500の重みというか大きさというのはいかがでしょう。重いですあの本当に、あのこの GT500 っていうのは、そのメーカー、日産さん、ニスモさんの力があって、あの私たち出てるんですけれども、まあ、そこの重みっていうのを非常に感じながら 一戦一戦戦ってはきました。でその上でこの結果出せたっていうことがね、あの本当に素晴らしいことだと思います。さあ、そしてドライバーのお二人にもね、少しお話を聞きたいと思います。はい、今シーズン本当にあの素晴らしい1年になりましたね。はい、本当に信じられないですね。去年は300でチャンピオン取れてですね、今年、まあ、GT500 でチャンピオン取れて、これ以上ない成績だったと思います。はい、まあ、今までにないあのキャリアのこの300と500の連覇っていうのはね、他のドライバー達成してませんから。さあ、ここから V2、V3 目指していきましょう。いや、本当にその目標、全くその言ってた目標同じで、やっぱりここから先 勝ち続けるのは多分難しいと思うので、まあ、これから一番やっぱり大変な時期になると思うんですけど、これまで以上に頑張って、また来年も、チャンピオンを目指して頑張りたいと思います。柳田選手、本当におめでとうございます。そしてロニー選手にも一言いただきたいと思います。一言、今の気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、今日 GT500 チャンピオンとしてこの JAF の表彰式に来て本当に嬉しいです。素晴らしい雰囲気です。あの自分のキャリアの中でもとっても大きいタイトルだと思うんですけれども、まあ、誰に一番感謝したいですか。もちろんあの日産に感謝して、あと今年チームモーラの皆さん、ものすごくあのいい仕事してくれて、で、まあ、はい、この2人です。柳田選手にはいいんですか。あ、彼もですねまあ本当に素晴らしいコンビネーションでね、1年間大きな結果を達成して素晴らしい活躍でした。またこれからも期待してます。はい、頑張ります。はい、ロニー・クインタレリ選手にもどうぞ温かい大きな拍手お願いいたします。続きまして、日本レースプロモーション様による表彰に参りたいと思います。それでは全日本選手権フォーミュラー日本シリーズドライバー表彰式を始めます。2011年全日本選手権フォーミュラー日本シリーズドライバーチャンピオンは、カーナンバー36ペトロナスチームトムス、アンドレ・ロッテラー選手、シリーズ獲得ポイント56ポイントです。続いてシリーズ2位はカーナンバー
ナンバー37ペトロナスチームトムス中島和樹選手、シリーズ獲得ポイントは42ポイントです。続いてシリーズ3位、カンナバー1チームインパル、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手、シリーズ獲得ポイントは28ポイントです。おめでとうございます。続いてシリーズ4位、カンナンバー41ドコモチームランディライアンレーシング、塚越光大選手、獲得ポイント 26.5 ポイントです。続いてシリーズ5位はカーナンバー7チームルマン大島和也選手、獲得ポイント19ポイントです。続いてシリーズ6位はカーナンバー8チームキグナスすのこ西浦弘明選手、シリーズ獲得ポイント17ポイントです。そして今シーズンのルーキーオブザイヤーはシリーズ獲得ポイント42ポイントランキング2位になりました、カーナンバー37ペトロナスチームトムス中島和樹選手です。それでは全日本選手権フォーミュラー日本シリーズドライバーチャンピオンに対しクリスタルトロフィーの授与を行います。プレゼンターは株式会社日本レースプロモーション白井博代表取締役社長が務めます。では白井様お願いします。よろしくお願いいたします。チャンピオンにはクリスタルトロフィーが贈られます。トロフィーが渡されました。今タチさんが中島選手とトロフィーの大きさを比べましたね。やっぱり大きさ違いますか。あ、随分違うんですね、やっぱりね。違うんですね、あ、でも3位になるとさらに小さくなって本当だ、形が随分違うんですね、ルーキーオブザイヤーの授与です。おめでとうございます。中島和樹選手です。おめでとうございます。そして最後にチャンピオントロフィーの授与です、はい、白井社長、トロフィーの授与をお願いいたします。チャンピオントロフィーの授与となります。さあ、はい、置いていただきましてかなり大きなものになりますんでね、ありがとうございます。おめでとうございます。野武秀監督にお受け取りいただきました。はい、よろしいでしょうか。フォトセッションありがとうございました。ではここでですね、少しお話を伺いたいと思います。今日はロッテラ選手残念ながらいらっしゃれなかったんですけれども、タチさんにですね少し気持ちを聞きたいと思います。監督、今シーズンは本当に実り多い1年になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。2006年からあのフォーミュラ日本にチャレンジを始めてようやくこのドライバーそしてチームそれぞれタイトルを獲得されたわけなんですけれども、今お気持ちはいかがですか。いや、もう何も言うことありません。嬉しいです。はい、今シーズンは何回も、いや、もうほとんど毎回のようにタチさんに表彰台であの大笑いを聞かせていただきましたが、見せていただきました。いや、もうこんなことあのシーズンの初めにはね思ってませんでしたけど、本当にあのいいドライバーに恵まれたおかげです。まあ、あとフォーミュラ日本もいろいろと作戦面という部分でもね、ライバルチームとやっぱりいろいろ戦う上で、大変な部分もありますが、チーム力という部分では非常にトムス その総合力高かったですね。はい、まあ、そう言っていただくとありがたいですけども、まあ、運も良かったですね。はい、改めまして、まあ、今後に向けてですね、何か今期待していること、それから今後何か考えていることありましたらお聞かせください。いや、まあ、来年はまあ、追われる立場としてもう一年ディフェンディングチャンピオンとしてね、もう一年チャンピオンを取りたいと思います。はい、じゃあこれからも素晴らしい活躍を期待しております。どうもおめでとうございました。タチ監督にお話を伺いました。ありがとうございました。2011年度シリーズドライバーチャンピオン
アンドレ・ロッテラ選手、シリーズ2位は中島和樹選手、3位ジョアオ・パオロでオリベイラ選手、4位塚越光大選手、5位大島和也選手、6位石浦博明選手です。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。皆様おめでとうございます。どうもステージ上の皆様ありがとう。以上2011年全日本選手権フォーミュラー日本シリーズドライバー表彰式でございました。どうも選手の皆さん本当に1年間お疲れ様でした。さあではここからはですね、皆さん JAF モータースポーツトークショーと題しまして、ステージ上今回はレース部門から国内最高峰の2つのレースで活躍をされましたフォーミュラー日本とスーパー GT において今シーズン素晴らしい成績を収められましたドライバーの皆様お迎えをいたしましてお話を伺っていこうかと思います。まずはじめは全日本選手権フォーミュラー日本シリーズ2位本年度のルーキーオブザイヤー中島和樹選手です。はい、どうぞ大きな拍手をお願いいたします。中島和樹選手です。続いてはスーパー GT GD500 クラスチャンピオン柳田正隆選手、どうぞ大きな拍手を。スーパー GT GT500 のチャンピオンです。同じくスーパー GT GD500 クラスチャンピオンロニー・クインタレッリ選手、はい、ロニーにも登場していただきますよ。お願いいたします。どうぞ。はい、続きまして続いてはスーパー GT GT300 クラスチャンピオン谷口信輝選手、はい、谷口選手ようこそ、よろしくお願いします。続いては同じくスーパー GT GT300 クラスチャンピオンバンバ拓選手、はい、バンバ選手もよろしくお願いいたします。さあ以上の皆様で楽しく進めさせていただこうかと思いますけれども、はい、はい、皆さんよろしくお願いします。どうぞ大きな拍手を改めましてお願いします。和樹選手は、はい、こういうスーツを着るっていうのは年間何回ぐらいあるんですか？今年2回目ですほとんどないですね。 やっぱりあれでしょ、レーシングドライバーという職業柄、はい、今年は随分スーツはスーツでもレーシングスーツを着る機会も、そうですね、おかげさまで、まあ、僕去年1年間は、レーシングスーツを着る機会がほとんどなかったんですけれども、今年は、スーパー GT とフォーミュラー日本と、はい、F カテゴリー参戦させてもらうことができたので、レーシングスーツを着る機会はすごいたくさんありました、ね、はい、はい、自分の中でもやっぱりドライバーとしてこうなんていうんですか、戦いたかったその1年をね、はい、やっぱり我慢した分、はい、今年はどこでどういうふうに暴れてやろうといろいろプランはあったと思いますけれども、そうですね、まあ、どこで暴れてやろうというよりは、ね、1年空いて、ね、自分がしっかり走れるのかっていうところからでしたし、実際シーズン始まってしばらくはね、フォーミュラー日本の方は予選もさんさたる結果で、まあ、レースのスタートもなかなかうまくいけないような状況だったので、最初のうちは本当に暴れてやるというよりは本当にその目の前のことを、こなすのでいっぱいいっぱいでしたけど、まあ、ただそういう中でもしっかりと結果を残すことができて、まあ、チャンピオンこそ取れませんでしたけど、フォーミュラー日本では、シリーズ2位という結果を得ることができたんで、全体としてはすごくいい1年だったと思いますし、はい、まあ、チームのね、調子にもすごい助けられた部分もあって、そういう意味ではすごくチームもそうですし、支えてくれた全ての人に感謝したいと思います。はい、柳田選手はどうですか？柳田選手も久しぶりの GT500 だったわけでしょ？はい、そうなんですよ、ね、だから僕も和樹選手と同じでこう早く順応するのに、困ったというか、その暴れてやろうっていうより早く追いつかなきゃっていう方が強くて、結構シーズン前は不安でしたね。そのやっぱり GT500 も最初に経験した時と今回乗った時の気持ちの部分っていうのは余裕だったの、それとも気持ちの部分では確かに初めて参戦する時よりかは随分余裕はあったんですけど、ただ追いつかなきゃいけないっていう、この人がすごく早いんで、はいはい、大変でした。まあ、ロニーはね、もう GTR もそうだしミシュランタイヤもそうだし何でもよく知ってるから、もうその点はもうペアのドライバーが柳田選手に決まったことで自分の中では今年はいけるぞ、チャンピオン取れるぞっていうのがもうシーズン前からちょっと手応えはあったんじゃないですか？正直、まあ、シーズン前のテスト何回やったんで、その時はもういきなり車の調子、ラップタイムが全て良くて、うん、チームの雰囲気含めて素晴らしいチームメイト、コミュニケーションも最初から、まあ、
とのコミュニケーションが良くて、でも目標としてできれば1勝したい、あのチームも500を1年目で、うん、であの集合、まあ、実は集合で勝って、でその後、まあ、あのランキングトップに立ちて、はい、でその時はもしかしたら、ね、もしかしたらチャンピオンの可能性があるんで、うん、まあ、その後鈴鹿、まあ、各レース、まあ、普通にあのそれまで通り、まあ、頑張って、であのずっとまだ調子良くてポイントを稼げて、であの最終戦の茂木の前にまだランキングトップで、うん、まあ、取るしかないなと思ってた。ね、でも本当にいい。ロニーは日本に来てこれで、2つ目のビッグタイトルになるのかな。ロニーはそうですね、2004年で F3 のチャンピオン取って、うん、でこの GT500 まで長かったね、7年ぶりだった。あの全然話変わりますけど、はい、日本語うまいでしょ。お上手ですね。ね、はい、日本の女性と結婚されてもう、もうすごい日本語うまいですよ、ね、ちょっと四国なまりがあるんだっけ、四国じゃないや、中国なまりがあるんだっけ、山口なまり、山口県なまりが少しあるんですけどね、はい、勉強されたということ、日本の出身山口です。でもね、素晴らしい、本当に日本にもしっかりと根を張って活躍されてますけども、隣の谷口選手、はい、本当にさっきも聞いたけど長かったね、苦労したね。そうですね、結構ね、僕はチャンピオン候補に上がってきたときに今年、1回ぐらい取らせてくださいよといろんな人に言うと、あれまだ取ったことないのっていろんな人に言われてないよというふうな、そういう問題がよくありましたけど、ここまでね、2位か3位っていうのはもうね、自分でも嫌っていうぐらい取ってるんですよ、年間で、はい、ね、毎年ね、毎年この場に来らせてもらってるんですけど、いつも2位か3位かで、そうなんですよ、脇役だったんですよ。今年やっと主役で来れまして、はい、非常に嬉しいです、ね、なんか変わった、チャンピオン取って自分の中とか周りの人のなんていうのかな、関係とかなんか変わったことあります、チャンピオンになって。いや、そんなのあんまないですけど、あ、そうですか。毎年茂木からここに来るのに、はい、来る気分がだいぶ違いましたね。バンバさん、はい、今年1年は、はい、もう初音ミクの全ての親衛隊を全部自分につけちゃったみたいな、いや、すごい応援だったよね。応援すごいですね、もう、こう大きな旗も皆さん作ってもらって、マイレースですね、こう応援席とかもどん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 人が増えていって、はい、僕ら、レースが終わった後に、個人スポンサーの皆さんにちょっとですね、こう報告会みたいなのをしてるんですけども、はいはいはい、その人数もね、どん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 増えていって、最終的、大丈夫ですか柳田さん、はい、今分かったんですけど、はい、やはりロニーの方が日本語は上手ですよね。まあ話の、まあ、このまとめ方っていうかね、そういうところも、ね、もうちょっと喋ってから言ってほしかったんですけど、それ、まあ、いいけど、もう巻きが入りましたか、大丈夫ですか、まだね、本当に選手の皆さん仲がよろしくて、全員よりロニーの方が話結構ね、はい、レースで横一線で並んでレースするもんですから、はい、話す時もね、やたらね、ちゃちゃ入れたりとかで、こうバトルしてるんですよ。無線も日本語ですか。無線も日本語、ね、無線も日本語で、でも女性の立場からすると、はい、なかなかレースの世界で、はい、レーサーとして活躍するってちょっとイメージが湧きにくいと思いますけど、結構でもね、どういう話だったんだろうと思ったんですけど、今、ね、皆さん奥さんを、はい、先日ご結婚されました、柳田選手、おめでとうございます。ね、そして、あれ、指輪を見せろと、あ、それは谷口さんじゃないですか、指輪を見せろと、ね、谷口さんも今年結婚されまして、はい、おめでとうございます。僕はちゃんと結婚したんで指輪してますけど、ね、あれ、あれ、あれ、柳田さんはまだいろいろと事情があるんですか。そう、あ、くれる、ね、はい、事情ですか、ね、家庭の力ってやっぱりなんかこうサポートしてくれる人がいると信頼できるというか、やっぱりそういう力に変わるもんなんですか。これ誰が、ロニーなんかはそうでしょ、お子さんも ね、そうだし、やっぱり家族がいると、特に子供できて、まあ、奥さんと特に子供のために頑張りたいですね、はい、はい、今年のまとめと来年への抱負、そして自分のハッピーな話があれば、はい、それでまとめていただいて、個人的な話しかならないですよね、和樹の来年の、来年これ、いや、いや、それはない、これはないですか。中島選手はこれはない、はい、はい、じゃあ、はい、はい、まあ、本当に個人的な話になってしまいますけれど、まあ、来年は、またルマン24時間という、そうだ、新しい
チャレンジも、させていただけるので、大変忙しい1年になるかとは思うんですけれども、自分自身のベストを尽くしていきたいと思いますし、ルマン24時間ね、今年アンドレと、ブノワが優勝して、日本でね、日本でレースを見てる人にも、すごく身近なカテゴリーだと思うので、来年は本当の日の丸をっていうとちょっと怒られそうですけど、彼らに。でも日本人として頂点に立てるように頑張っていきたいと思いますし、全体のまとめですね。みんな言います一言ずつ。はい、大丈夫ですよ。はい、ドライバー全員で、来年以降も、レースを盛り上げていけるように頑張っていきますので、来年もまたよろしくお願いいたします。はい、一言。もう和樹選手が今素晴らしい、ね、はい、まとめを言ってくれたんで、本当に彼は彼そのルマンに行くっていう挑戦、その僕もルマン24時間すごい憧れてるし、行ってほしい、やっぱり行きたいっていう気持ちもあるし、そういった彼にはやっぱりすごい頑張ってもらいたい、日本人のやっぱり代表として日本の車で行って活躍してもらいたいっていうのもありますし、僕個人的にもやっぱりこのモータースポーツやっぱり通していろんな人にね、車の素晴らしさだとかそういうものを伝えていきたいなっていうふうに思っています。来年も頑張りますのでよろしくお願いします。はい、柳田選手どうもおめでとうございます。本当にね、チャンピオン獲得、そしてロニーも一言お願いします。はい、皆さん今日一応ここに来てくれて、ファンの方もいると思うんで本当にありがとうございます。で、今年素晴らしい1年だったんで、来年も今年の流れで頑張ってチャンピオン争いしたいと思います。来年も応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。綺麗にまとめましたね。はい、はい、さあ谷口選手一言お願いします。最後に、今年ね、GT300 クラスで、チャンピオン取ることができたんですが、ライバルチームの、とのバトルでね、300クラスを今年すごい盛り上げることができたんじゃないかなと、思います。これでね、レースの好きな方が、増えてくれることを祈りたいですし、それから僕は車好きなんですが、日本のね、車好きの、人たちのね、火を一つも消さないようにですね、どんどん盛り上げていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。はい、本当に谷口選手も素晴らしい1年でした。ありがとうございました。はい、バンバタク選手に締めていただきましょう。はい、お願いします。せっかくいいこと考えそうに全部飛んじゃったんですけどまあいいや、今年僕一番感じたのが、やっぱモータースポーツは楽しくてで熱くてエキサイトして、やっぱり最後に感動を生むスポーツだなというふうに今年痛感しました。で、これからもですね、そういうレースを、ドライバー一同みんなで頑張って繰り広げていこうと思いますので、これからも末永く応援していただければなと思っております。ありがとうございました。はい、綺麗に締めていただきました。ありがとうございました、バンバ選手。ありがとうございました。はい、はい、では改めてご紹介しましょう。全日本選手権フォーミュラー日本シリーズ2、そしてルーキーオブザイヤーの中島和樹選手、どうもありがとうございました。来年の世界選手権も頑張ってください。そしてスーパー GT、GT500 クラスのチャンピオン柳田正孝選手とロニー・クインタリー選手、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてスーパー GT、GT300 クラスチャンピオンの谷口伸晃選手とバンバタク選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。中島は永江博康 JAF 副会長に音頭を取っていただきます。それでは永江副会長お願いいたします。皆様ステージにご注目ください。本日は受賞されました皆さん宛には心からお喜び申し上げますと同時に敬意を申し上げます。JAF はモータースポーツの健全な育成といいますか発展に寄与してまいりますが、そのためにはどうぞ皆さん方のお力添えがなきゃいけないと思います。縁竹縄でございますが、ご参加の皆さんのご健勝とご活躍を記念して3分の1本締めという一本締めをやりますので、よろしくお願いをいたします。それではお手を拝借します。いいよー、ありがとうございました。どうもどうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。永江副会長もどうもありがとうございました。ありがとうございました。2011年、JAF モータースポーツ表彰式の第2部となりました。懇親パーティーのお時間、お名残惜しいですがこれにて終了でございます。また来年、どこかのフィールドで皆様にお会いできることを楽しみにいたします。本日の司会進行はサーキットアナウンサーのピエール北川でございました。そして
乾貴美子でございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも皆さん、来年もご活躍楽しみにしております。ありがとうございました。